アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年5月3日、場所は岡山シティライトスタジアムにて第36回瀬戸大橋ドリームボールが行われます。本日そして明日5月4日含めての2日間開催となりました今回の瀬戸大橋ドリームボール、その初日になります一戦は学生同士の対戦となります。対戦カードは岡山大学バジャーズ対広島大学ラクーンズという中四国を争う強豪勢の一戦となりました。現在その試合に先立ちまして両チームフィールド上でウォームアップを行っております。本日の岡山非常に好天に恵まれまして、アメリカンフットボールに適した最適な環境を醸し出しております。このボールゲームにふさわしい素晴らしい祝福が与えられていると思われます。その中で4年なく現在試合に備えたウォームアップをしております両チーム、簡単にご紹介をさせていただきます。まずは本日はホームチームという形になります。チームから青のユニフォームをまとっておりますのが岡山大学バジャーズです。現在は関西学生リーグディビジョン4に属しております。この試合の、岡山大学スターティングラインナップご紹介させていただきます。オフェンスラインマン、ライトタックル72番千葉哲平3回生、ライトガード58番小林勇気3回生、センターオフェンスラインの要を務めますのは70番の元安です。元安正人3回生、ライトガード57番丸田敦樹2回生、ライトタックル77番伊関淳太3回生、そしてこのラインマンの集団にして、そしてレシーバーを兼任しますタイトエンドは9番の武田文明です、4回生。バックス陣です。ワイドレシーバー、パスキャッチのレシーバーになります選手、その1人は1番の勝尾明人3回生、もう1翼は12番の西岡龍也2回生です。そして地上戦を務めますランニングバックに配置しますのが44番の内藤久志4回生、そして10番の若林俊樹2回生です。そしてこのオフェンスを率いますリーダーを務めますクォーターバックは7番の木村悟3回生です。そしてキッキングゲームの要であるキッカーは1番の勝尾明人が務めます3回生です。ディフェンスチームご紹介します。ディフェンスフロント、ディフェンスエンドは72番の千葉哲平3回生、ディフェンスエンド58番小林勇気3回生、この両翼がエッジラッシャーとしてチームのプレッシャーをかけていく形になります。中央要を務めますのはディフェンスタックル54番米田優太2回生、そして中央要ノーズの位置には70番の元安正人3回生が務めます。2列目ラインバッカー陣、インサイドラインバッカーに 4番須藤春樹3回生が務めます。その両翼アウトサイドラインバッカーは44番内藤久志4回生、82番ウォーター太郎が2回生が務めます。最高列バックス陣、ディフェンスバック陣においてはその両翼コーナーバックには5番の和田直樹2回生、9番武田文明4回生が入り、最高列セーフティーには1番の勝尾明人3回生、9番武田文明4回生が入ります。さらにキッキングチームにおいてはフィードゴロのスナッパーとして72番千葉哲平3回生、そしてそのボールのホルダー7番を木村悟3回生が務める、そのような形でこの試合に挑んでいきます。対しまして反対側にバックフィールドとして本日はアウェーチームとして参加しますのが広島大学ラクーンズです。
アウェーユニフォームホワイトをまとっております。広島大学は中四国学生一部に属しております。こちらのチームのラインナップもご紹介させていただきます。オフェンスチーム、フロント最前列オフェンスラインマン、ライトタックル73番の川上直也4回生、ライトガード51番福本優太3回生、中央要を務めますセンター67番は長田和幸3回生、ライトガード58番荒牧大斗4回生、ライトタックル77番井良太郎4回生が入ります。バックス陣、両翼にありますワイドレシーバーは、92番広瀬聡3回生、97番安永東郷2回生が入り、さらに16番太田俊介4回生が入ります。3ワイドのフォーメーションをスターティングラインナップで構えています。バックス陣、ランニングバックは湯気律樹3回生、1番吉村大輝4回生が務め、そのオフェンスを率いますのが9番、クォーターバック7番の丸山翔太郎3回生となります。キッキングにおける得点源を務めます、キッカーは73番の川上直也4回生です。ディフェンスの編成です。ディフェンスフロント、ディフェンスラインマンは67番長田和樹3回生、77番井良太郎4回生、92番広瀬聡志3回生、73番川上直也4回生、2列目ラインバッカー58番荒牧大斗4回生、97番安永東吾2回生、22番長宗大和2回生、そして最終列ディフェンスバック陣は31番辻村瀬奈2回生、81番松岡真央3回生、1番吉村大輝4回生、16番太田俊介4回生でディフェンスは編成いたします。またディフェンスにおけるキッキング、パンターとしては先ほど紹介したディフェンスバックの16番太田俊介4回生が兼任いたします。両チームともに中国地方においてその強力な布陣を持っております、両校となっておりますが、しかし所属はそれぞれ異なっております。岡山大学はその創部当時より関西学生リーグに所属しており、かつて1980年代は関西一部リーグで関西学院大学や立命館といった強豪勢と甲子園ボールを争っておりました。中国地方においては一頭抜きんでた地位を、保ったチームでもあります。対しまして広島大学はその地勢上中四国学生リーグに所属する形になっております。地域的には離れた位置に、そして関西主要校ではありませんが、しかし地方中四国においては常に優勝争いを演じております。昨シーズンも非常に素晴らしい戦いを演じておりました。その境遇においては岡山大学が非常に恵まれた環境に当時はありましたが、甲子園ボールが全国大会化したことによってその状況は一変しております。現在は広島大学、常に中四国の優勝争いを演じることにより、甲子園ボールトーナメントの最有力候補として常にノミネートされているチームとして注目されていますが、岡山大学は、その非常に幅、その階層厳しい関西学生の荒波に揉まれておりまして、現在はディビジョン4という位置に甘んじております。しかしコロナ禍非常に厳しい中、その中でも活動を継続し、今シーズンは1年生を多く招き入れることに成功し、再度復活の兆しを上げるという気概にとどまっております。広島大学も常に優勝候補にありながら、昨年そして一昨年は山口大学の躍進によりまして無念の涙を飲みました。今季こそはと、まさにその3年目においてその相手の3連覇を阻み、中四国制覇し甲子園ボールのトーナメントに戻らんという気概に満ちております。その意味におきましても、その今シーズンを占うこの一戦、非常に注目といったところになります。本日の試合は当初14時キックオフの予定でありましたが、ゴールデンウィークの交通事情等のさまざまな問題がありまして、チーム参戦難しい状況が整いました。これらを考えまして、キックオフの時間は14時15分と変更になっております。ご了承よろしくお願い申し上げます。両チームウォームアップを終えまして、これより試合開始に備えようとしております。試合開始までしばらくお待ちください。
さあ審判団フィールドに入りまして、まもなく両チーム招きで試合開始の時を告げます。令和6年5月3日、場所は岡山シティライトスタジアムにて、第36回瀬戸大橋ドリームボール、その初日の一戦となります。岡山大学バジャーズ対広島大学ラクーンズの一戦が行われます。試合開始14時15分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。コイントスの選択権は岡山大学が取った模様です。広島大学キックオフ、岡山大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行います。両チーム試合前の檄を飛ばしまして、フィードンチリ、これより試合開始となります。試合は広島大学のキックオフで開始する形になります。キックオフ務めますのは73番の川上、4回生です。これを岡山大学がリターンする形になります。岡山大学リターナーには1番と12番を配置いたしました。1番は勝尾、都立大学附属高校出身の選手、出身です。12番西岡は西大和学園高校出身です。さあ岡山大リターンに入った、リターンが若干目測を誤りましたが、12番中央右サイドライン際に隠れがありまして、自陣10ヤード地点を越えた位置で攻撃位置を確保しました。ここから岡山大学の攻撃という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表し、その4回の攻撃圏で10ヤードトータルを獲得するか、その過程で相手奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは岡山大学の攻撃、岡山大学自陣12ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずは中央へのランプレーを選択しました。ランニングバックにボールを託しまして、密集点突破を図ります。しかしここは広島大学ディフェンスライン陣の奮闘によりまして、ゲインはほとんどありませんでした。ここでレフリータイムアウトが取られています。先ほどのランプレー、中央のランを決めましたのは10番の若林でした。近畿大学附属和歌山高校出身のプレイヤーです。
先ほどのダウンプレー、ゲインはありませんでしたので、セカンドダウン10の状況になります。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は変わらず10ヤード。パス成功。今度はオフェンスチーム、開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これを44番に通しまして約4ヤードから5ヤードのゲインに変わっております。倒された地点までが前進距離という形になりますので、岡山大学次の攻撃3回目に変わりますが、残り距離5ヤードに変わっております。そのパスをキャッチしましたのは岡山大学44番の内藤でした。島根県立松江北高校出身のプレイヤーです。さあ、岡山大学サードダウン5、3回目の攻撃で残り5ヤードの獲得を狙います。パス成功。ファースター。クォーターバック7番、中央に切れ込んできたワイドレシーバー12番にパス。12番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。トータル10ヤード稼ぎましたので、岡山大学攻撃リセットし、1回目の攻撃ファーストダウンに変わります。見事その大役を果たしましたが、ワイドレシーバー12番の西岡でした。西大和学院高校出身のプレイヤーです。さあ、これにより岡山大学は自陣33ヤードに進みましてのファーストダウン10と変わります。岡山大学バジャーズファーストダウン10。これは広島大学ナイスディフェンス。今度はランニングバックにトスし、左オープンをつかんというところでしたが、この状況を広島大学77番チャージかけまして、このランを阻止しノーゲインと変えています。見事なディフェンス対応をしましたのは73番の川上でした。4回生です。岡山大学セカンドダウン10の状況が続きます。さあ、最初のランプレーは阻止されましたが、この2回目の攻撃どのようなプレーを選択するでしょうか。さあ、力強いランプレーに入りました。今度はランニングバックに持たせて中央へのダイブプレーを敢行します。ここでオフェンスラインマンが合力しまして、中央密集点を押し込むように約6ヤードのゲインとしています。オフェンスライン見事な仕事を果たしております。これによりまして岡山大学残り距離4ヤードになりましたサードに入ります。さあ、まずはオフェンスラインマンが一つ大きな仕事を決めましたが、この4ヤード果たしてどのように突破するでしょう。ボールオンは自陣40ヤード岡山大学サーダウン4。ナイスラン、ファーストラン。ここで岡山大学パスに見せかけたランプレー、ドロープレーを敢行しました。相手の裏を通るように中央にランニングバックを走り込ませ、これが見事決まりまして攻撃権更新になっております。岡山大学ファースター。岡山大学オフェンスラインの強みを感じたのでしょうか、非常に着実なランプレーで前進を図っております。ボールは自陣45ヤードに入りまして、岡山大学ファースターアンテ。さあ、ランプレーを重ねます。ランニングバック44番にハンドオフし、右オフタックル付近を突破、これに応えまして約5ヤードのゲインを果たしております。力強いランを決めましたのは岡山大学44番の内藤、松江北高校出身のプレイヤーです。さあ、相手陣に入ってまいりました岡山大学、相手陣49ヤードからセカンドダウン5。クォーターバック7番パスを投じんと下がりましたが、ディフェンスカバーよしと判断しスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。
これが構想し右オープン突破を図りまして攻撃権更新になっております。岡山大学ファースター、ここで審判団によるウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは当日の天候および気温等を考えまして審判団がクォーターの半分でウォーターブレイク、熱中症対策のタイムアウトを入れることがあります。本日は好天恵まれておりますが、この熱中症対策としてクォーター対、ウォーターブレイクが入る模様です。さあ序盤の状況ですが、現在岡山大学が着実なランプレーを重ね、さらに効果的なパスも加えまして現在攻撃を継続しております。着実に相手陣に入ってまいりました。この状況でウォーターブレイクに入っております。広島大学としてはここをなんとか食い止めんといったところでしょう。この水入りが果たしてどちらに、風向きを変える形になるでしょうか。さあウォーターブレイク解けます。岡山大学相手陣41ヤードからファーストダウンテイ、パス不成功。クォーターバック7番、左に 1人だけ置いておりました12番にパスを投じましたが、12番これをキャッチミス、パス不成功となっています。前パスは失敗しますと元の位置にボールは戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして岡山大学セカンドダウン点の状況に変わります。岡山大学相手陣41ヤードからセカンドダウン点、ここで中央のランプレー、キャリア10番の突破にかけましたが、これを広島大学ディフェンス奮闘し77番タックルして1ヤードのゲインにとどめております。タックルしました77番は井良太郎です。4回生さあ岡山大学サードダウン9の状況に入ります。ボールオンはしかし相手陣40ヤード、さあこの位置を生かせるでしょうか。成功。クォーターバック7番、右に流れて左サイドへのスローバックのパスパターンを通しました。逆をつくように9番のキャッチアンドラン図らんというところでしたが、これは広島大ディフェンス対応しましてフォースダウンに変わります。しかしタックル受けながら見事にキャッチしましたのは9番の武田でした。兵庫県立伊賀谷北高校出身のプレイヤーです。岡山大学最後の攻撃フォースダウン、フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力より陣地挽回を図ります。このパントコントロールよく広島大学陣10ヤード近でボールデッドとなりまして、この位置で攻守交代となります。岡山大学残念ながらこの攻撃シリーズ得点なりませんでしたが、しかし陣地大きく相手に押し返す形になりまして攻守交代となります。広島大学しのぎましたが自陣11ヤードからの攻撃に入ります。広島大学自陣11ヤードからファーストダウンテン、さあ今度は広島大学反撃に入ります。攻守変わりまして今度は広島大学の攻撃、ナイスラン、ファースター。ここで広島大学最初はランプレーから入りましたが、託されました1番ハンドオフを受けてから中央一気に切り上がりまして左にバウンドアウト、見事なステップワークで一発で攻撃権更新になりました。広島大学ファースター、素晴らしいランをしましたのは1番のカツオでした。都立大学附属高校出身のプレイヤーです。
さあ広島大もランから入りました。そしてそのランプレー非常に効果的に最初のプレーが決まりました。広島大学自陣43ヤードからファーストダウン10で試合再開です。さあラン重ねます。これも一発で攻撃権更新です。広島大学ファーストダウン、再びキャリア1番の加藤にボールを託しました。これが見事決まりまして攻撃連続ファーストダウンとなっています。さあ広島大学は一気にビッグプレーを重ねて相手陣に入ってまいりました。相手陣40ヤードから広島大学ファーストダウン10。さあ再びランプレー、今度はランニングバック31番にハンドオフ。31番、相手タックルをかわし左にステップアウトをしまして、これを攻撃権を一発で更新としています。広島大学ファースター。さあランプレーを重ねました、失礼しました。先ほどの1番の選手は吉村でした、誤った名前を申し上げまして申し訳ありません。先ほどのキャリアは31番の辻村でした。さあ広島大学相手陣29ヤードからファーストダウン10。これは岡山大学ナイスです。今度はパスプレーによる突破を図りました。右に展開した16番にヒッチパスを通し、そこからキャッチアンドランを図らんというところでしたが、これを岡山大学12番見事に対応しまして、ロスタックル決め3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。そのロスタックル決めましたのは12番の西岡でした。西大和学園高校出身のプレイヤーです。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、岡山大学0点、広島大学0点、双方無得点のまま攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。